ブルース原子力発電所はカナダの原子力発電所であり、オンタリオ州インバーヒューロンとティバートンとに位置している。ブルース発電所の名前は発電所が所在するブルース軍から取られた。柏崎刈羽原子力発電所が完成するまでは世界最大の出力を持つ原子力発電所であった。ブルース発電所は年から年に かけて、オンタリオハイドロ公社によって建設された。1999年4月に、オンタリオハイドロ公社は、すべての発電所を引き継いだ、オンタリオパワージェネレーション社を含む5社の公社に分割された。2000年6月には、OPG は、ブルースパワー社とのブルース発電所の運用の引き継ぎについての長期リースの合意を成立させた。2001年5月にブルースパワー社は、 運用を開始した。ブルース原子力発電所は、北米で最大の原子力施設であり、世界で2番目の出力を持つ原子力発電所である。8機の CANDU 炉を持ち、ヒューロン湖の東岸に位置している。すべての炉で発電を行った時の最大出力は6232メガワット、7276メガワットである。現在の最大出力は8機中6機しか、 発電できないため4640メガワットである。世界最大の原子力発電所は柏崎刈羽原子力発電所であり、その出力は8206メガワットである。ブルース発電所はオンタリオ州南部に多数の 500KV 送電線を配しており、いくつかの 230KV 送電線をブルース群に配している。2005年8月に オンタリオ州の電力需要の増加に対処するため、ブルースパワー社とオンタリオ州政府は、ユニット1とユニット2を復帰させることに合意した。オンタリオ州は、原子力発電所を新設する計画を発表している。カナダ原子力公社の改良型 c a n d u ーロが、最有力候補である。環境アセスメントは、デバートンでは、ブルースパワー社のブルース原子力発電所で、 そしてオンタリオパワージェネレーション社としては、ダーリントン原子力発電所に次ぐものとして、現在進行中である。ブルース原子力発電所のために、初期の CAND ユーロである、ダグラスポイント原子力発電所が閉鎖された。ありがとうございます。